はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、ちょっとご依頼をいただきましたので、そちらのキットの開封からやっていこうと思います。はい、で、まあ、今回、ご依頼いただいたのがこちら。はい、まあ、出たばっかりのキットですね。出たばっかりのキットで、長谷川から出た24分の1の、日産パルサー GTI-R、こちらの製作やっていこうと思います。で、僕もちょっと知らなかったんですけど、GTI-R キット化されるの初らしいですね、これはね。まあ、90年の車なんて、でその間に何か出てるかなと思ってたんですけど、実はキット化されてなかったらしくて、ついに、キット化っていうことで、まあ、結構人気が好きな人が多い車種っていうのもあるのでね、歓喜してた方も多いみたいなので、こちらやっていこうと思います。はい、ちなみに、もうこれ WRC バージョンも発売されるのがもう発表されたのかな、発表されたのか、まあ、まあ確実に出るとは思うんですけど、だと思うんで、まあ、その辺の、仕様っていうのもちょっとね、開封して話しながら行こうと思いますんで、やっていきましょう。はい、というわけでよろしければ最後までご覧ください。はい、そしたら開封していきましょう。はい、まあね、最新のキットなんでね、そんなに大変なところはないとは思うんですけど、まあ僕もね、ネットとかで見た感じで言うと、まあ若干癖はあるっていうことらしいので、まあ長谷川なんでね、若干癖はあるっていうことなんでね、その辺ちょっと覚悟を決めてやっていこうかなと思ってます。で、まあ、こう開けるとまず、まあ、デカール、水洗車デカールですね、水洗車デカールと、あと窓枠のマスキングですね、窓枠のマスキングシールが入ってます。で、こっちがクリアパーツになるんですけど、クリアパーツはね、内側からガボンってはめるタイプじゃなくて、全部、バラバラになってるタイプになります。ただはめるのは内側からパコッとはめるっていう感じだと思うので、この辺は、ちょっと合わせの確認が必要になってくると思います。このタイプにしてくれてるのは非常にありがたいんですよね。こう内側からね、こうバスタブ形状になってるクリアパーツをパコッとはめるタイプだと、ボディとガラスの間に段差ができてしまうんで、僕あれがあんま好きじゃないんですよ。なんですけど、こう内側からパチコってこうはめていくタイプのガラスなんで、このボディとね、窓の面が、つら位置になってくれるんで、このタイプになってるのは非常にありがたいんですが、その分、愛の修正、愛の確認っていうのが重要になってくるんで、そこら辺はね、ちょっとしっかりやった方がいいですね。タミヤとかの場合だと愛がきつすぎて塗装すると入らなくなるっていうことも多々あるので、この辺が注意な感じですね。あと、まあ、ランプ類とかも一応まあ確認はした方がいいんでしょうね。はい、こんな感じで、次、まあ、ボディはちょっと置いといて、次こっちなんですけど、まあ、いつもの長谷川のように全部まとめて入ってる感じになってますね。まとめて入ってるから説明がしづらいな。まあ、こんな感じでメッキパーツ、あとボディと同じ黒の成形のパーツで、あとチャコールグレーっていうのかな、チャコールグレー、ジャーマングレーみたいな感じの色の、成形色。このグレーの成形色珍しいですね。足回りとかほとんど真っ黒なんですけど、足回りとかほとんど真っ黒なのに、グレーの成形色になってるっていう、ちょっと珍しいパターンになってますね。はい、こんな感じなんで、ちょっとこれ開けないと中身説明ができないので開けていきましょう。あとこっちがボディですね。ボディも
このままだと袋に入ってるから見にくいから、開けて確認していきましょう。はい、そしたら開封してみたんですけど、まずじゃあ、メインのボディからいきましょうかね、ボディから見ていくんですけども、まあ、ボディは黒の成型色になってます。黒の成型色でこんな感じになってるんですけど、まあ正直ね、表面の状態に関して言うと、まあちょっと言い方は悪くはなってしまいますが、最新のキットっていうのを考えると、最新のキットとは思えないぐらい表面は汚いです。金型のね、金型の傷というか、まあこれなんていうのかな、タミヤとかの場合は髪型じゃない、金型をねめっちゃ磨いて成形するんで表面むちゃくちゃ綺麗なんですけど、長谷川はね多分そこまで磨かないんで表面が結構こんな感じなんですよね。こんな感じになってるんで、まあちょっとねこれはね無塗装、下地処理一切せずに、上から塗装していくっていうのはちょっとしんどいかなっていう感じはしますね。結構このこことかね、もうゴミが噛んでたりとか、これ見えにくいけど、ここにゴミが噛んでたりとかっていうのもあるんで、まあ、成形自体はここもゴミ噛んでるな。成形自体はそんなに綺麗じゃないし、まあ、最新なキットの割にはこういうとこパーティングラインがあったりっていうのもあるので、この辺はねちょっと修正をしてあげる必要があるのと、あと、まあ、このルーフのここ分かるかな、ここ、これね裏側にこの誘いの穴があるんですよね。これ多分WRC 仕様の時にここにスクープがつく用の、穴開けの誘い穴やと思うんですけど、これがあるおかげでね、ここもうパッと見て分かるぐらい引けてるんですよね。っていうのがあるんで、ここはね下手したら最悪ちょっとパテを盛らないといけないぐらいちょっと引けてる感じですね。であとこの辺とかも若干引けっぽいのがある。ここはでも削るだけでいけるかなっていうのがあるんで、ちょっと修正が必要な感じかなと思います。であとウェルドライン、黒い成型色なんでこれはもう仕方ないところではあるとは思うんですけど、結構ウェルドラインがねがっつり出てるっていうのもあるんで、この辺もね修正が必要ですね。ウェルドラインがね意外とねちゃんと処理してあげないと結構上に透けてきたりすることあるんですよね。なんでこの辺も全部、もう一旦全面ペーパー掛けしてってやってあげる必要があると思います。であと、このモールド、このドアの枠とかこういうモールド類は、いつもの長谷川らしくすごく浅くて細いので、これがいいっていう人にはいいんかもしれないですけど、僕はちょっとこれ埋まっちゃうと嫌なんで、ここは全部掘り直しっていう感じでやっていこうと思います。であと、さっき WRC 仕様にもっていうので一番の問題はここです。Cピラーにねボッコンと穴が開いてるんですよね。これ多分WRC 仕様の時にここに給油口かな、給油口か換気口か分かんないですけど、多分給油口かな、給油口がつくんだと思うんですけど、そっちをベースにこのボディが作られてるんでボッコンと穴開いてるんですよ。でここをこのパーツを使って埋めろっていう指示があるんですよね。で実車の場合ね、ここはもうつるんとしてるこういうのはない造形になってるんで、ここはだからあれをつけた上で合わせ目消しをしてあげる必要がありますね。はい、っていう感じなんで、まあどっちにしろここ合わせ目消しをするってイコールまあもう全部、きっちりヤスリかけてやり直した方がいいっていう感じですね。はい、っていう感じのボディになります。最近タミヤばっかり組んでたから久しぶりにボディの下地処理するような気がせんでもないですけど、それをやる必要があります。はい、であとこっちが、
ボディパネル、同じ成形色の、バンパーとかボンネットとかのパーツっていう感じです。でやっぱりね同じ袋に全部ごったになって入ってるんでボンネット傷だらけなんですよねこれもきっちり表面処理してあげないとこれは目立つなっていう感じですね。でサイドシルとかもこれべったになってるんですよ。これは多分こことかも多分 WRC 仕様とで多少違いがあるんでしょうね。なのでこういう仕様になってます。であと前後バンパーであとリアスポがあるんですけど、リアスポは飛型を防止するためだと思うんですけど4つのパーツに分割されてます。でちょっとこれ実写の写真を確認してみないと分かんないんですけど、おそらく実写はここに合わせ目はないと思うんですよね。なので、まあ、ちょっと実写の写真調べてみて、実写に合わせ目がなかったらここも合わせ目消しが必要になるかなっていう感じ。まあ裏側なんでね、下からこう覗かないと見えない部分ではあるんですけど、そこはちょっとやった方がいいかなっていうふうに思います。はい。あとまあ後ろのナンバーポケットとかもこんな感じになってたり、別体になってるっていう感じ。これも多分ねバリエーション展開のその WRC 仕様の兼ね合いとかだと思います。もしくはまあ輸出仕様とかなのかな、の兼ね合いだと思います。はい、こんな感じになってます。まあここにランナースイッチャーがあるんでね、もしかしたらここだけ、ここ以外は共用なのかな、ちょっと詳しくは分かんないですけどね。まあそんな感じになってます。であとここがさっきの C ピラーの穴埋め用の蓋の部分と、あとこれがドアハンドルですね。ドアハンドルも別体になってます。こんな感じ。これが黒の成形色で、次こっちがメッキパーツなんですけど、メッキパーツは、まあ前後のライト類、前後のライト類と各種エンブレムですね。これなんだろう、これなんかわからんな。まあ日産のエンブレムだったりとか、あとパルサー、パルサーって書いてあるエンブレム、この辺のエンブレムも全部、このメッキパーツになってるんですけど、これ32GTR の時も言ったんですけど、これを使うとねむっちゃ分厚いんですよ、エンブレムが。なんでこれを使うにしても、これを使うにしてもちょっとね分厚さを削ってあげるとかをした方がいいと思うんですけど、結構これこのサイズのエンブレムの厚みを薄く削るって結構大変だったりするんで、こっちにねデカールもついてるんですよ。デカールもついてるんで、デカールを使った方が雰囲気がいいような気がしないでもない。難しいところですね、そこはね。微妙なところだと思います。はい、僕はねあんまこれ好きじゃないんですよね、分厚すぎる。言うたらこれが24倍になるとこのエンブレム何ミリの厚さになんねんって話になってきちゃうんで、これ今でも1ミリぐらいの厚みあるんですよね、このエンブレム1ミリぐらいの厚みあるんで、これがだから実写スケール24倍になったら1ミリ ×24 やから24ミリ、厚み 2.4 センチのエンブレムっていうことになるんで、いやそんなエンブレムないよねっていう、実写でも1センチないぐらいなんで、なんでちょっと微妙かなっていう気はします。だからこれはデカール使った方がいいような気がしないでもないかなっていう感じですね。あとここがミラーの鏡面ですね。ミラーの鏡面なんですけど、こっちが純正ミラーで、こっちが多分 WRC の、まあ、あのレース用のミラーですね。ちっちゃいミラー、エアロミラーっていうんですかね、それ用の鏡面になってると思うんで、これは不要部品ですねっていう形になります。はい、こんな感じ。これがメッキパーツで、あとはグレーのパーツになってくるんですけど、L なんかこまごま分かれてるな、多分こまごま分かれてるのはこれも WRC 仕様にっていうんでだと思うんですけど、これが、マフラーと燃料タンクかな、これ燃料タンク
のパーツ、これは WR 仕様ではもう全く別物になるんで、これはまっごろごそっと全部入れ替えっていう感じになるんだと思います。で、こっちが、なんか変わった分割になってるな、ホイールとシートで、これなんだ、泥除けか、これ、泥除けのパーツっていう感じで、あとホイールのセンターキャップですね、がこんな感じになってます。でこれ同じのがこっちにもいます。こっちにもこういう感じで同じランナーが2つある感じですね、になってます。でついでに、こっち見るとリアシート、リアシートだけでこれ何個部品あんのこれすごいね、凝ってますよね構造が、うん、でこれがトノカバーかな、トノカバーで、でアンテナだったりとかっていう感じのパーツになってます。でこのフロントのアンダーガードはこれ市販車の方でも付くんですよね、市販車の方でも付くのでこれも付いてます。こんな感じ、はい、でこっちがシャーシ、シャーシのパーツとドアの内張りのパーツで、フロントメンバーかな、フロントリアメンバーか、リアメンバーと、バルクヘッドかな、なんか分かんないやつであとラジエーターとインタークーラーですね、インタークーラーで、このインタークーラーはここにつくんですよね、エンジンの上に、上置きのインタークーラーがこうつくっていう形になるので、これを塗装してここにつけて、で上からボンネットをかぶせてあげると、ボンネット のダクトのところが抜けてるんで、中のインタークーラーがチラ見えするっていう感じになります。そう、なんかこのボンネットが、ボンネットのダクトが抜けてるっていうのもね、今回このキットの結構売りだったりしたはず、確か結構シャープな感じに抜けてるんですよね、あれね。なんでこれも一つのこのキットの売りだったと思います。これね、うまいことね作ってあって、だいたいこういうボンネットのダクトとかって開いてると、このフィン一枚一枚がすごい厚ぼったくなることが多いんですけど、これね裏側を斜めに落とすことで、こうパッと見た時に薄く見えるように作ってあるんですよね。これいいですよね。多分巷のモデラーさんだとこういうところって薄々加工ってね、こうやって斜めに削ったりするんですけど、それをもうメーカーさんが花からやってくれてるっていう感じになってます。これ非常にありがたい仕様ですね、はい。でこっちが、ダッシュボードとか内装関係になるんですけど、おそらく、WRC 仕様は左ハンドルになると思うんで、多分これは WRC 仕様だと丸ごと左ハンドル用に入れ替えっていう感じになるんじゃないかなと思います、はい。であとこっちが、サスペンション周りですね、サスペンション周りのパーツっていう感じなんですけども、この辺がどうなのか、この辺が、WRC 仕様のも流用になるのか丸ごと入れ替わりになるのかっていうのがちょっと微妙なんですけど、おそらく多分流用っていう感じになるんじゃないかなと思います。っていうのはこのフロントサスペンション、これフロントサスペンションのここ、ハブを取り付けるとこ、このアップライトのパーツを取り付けるとこなんですけど、取り付け用のね溝が2箇所あるんですよ。これ見て分かります？これね、ここの溝に、このハブの後ろのこの溝をパコッとはめるっていう形になるんですけど、それがね2箇所空いてるんですよ。 2箇所空いてるんですよね。で説明書でも、こっちに寄せて、じゃあ上側の方に、位置を合わせて接着してくださいって書いてあるんで、おそらくラリー仕様の場合はこの下にずらして車高を上げるっていう感じなんだと思います。リアも一緒、リアもこういう風に1ギメの溝がね2箇所空いてるんですよね。1ギメの溝が2箇所空いてて、多分どっちを
ここにセットするかで、車高を調整するっていう感じになってると思うんで、おそらくこれは流用っていう感じになるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ、で、入ってる部品に関してはこれで全部ですね。あとタイヤ、タイヤはね、あまり評判がよろしくない TPE ですね。 TPE 製のタイヤが入ってます。これ TPE だよな、ゴムじゃないよな多分な、が入っております。ただまあ結構あんま使いにくいって評判、使いにくいって言ってある方が多いんですけど、まあ経年劣化はしにくい素材っていうことなんで、まあ長く保管するのにはいいんじゃないかなと思います。はい、これも多分 WRC 仕様の場合は、丸ごと違うものに変わるっていう感じになるんじゃないかなと思います。っていうかあの WRC 仕様ってグラベル仕様なんですかね、ターマック仕様なんでしょう、どっちなんでしょうね、どっちも出るのかな、ちょっとね僕このパルサ GTIR に関してはねあんま詳しいことをよく知らないんですけど、こんな感じ、あこれドアノブとかってもうプラむき出しなんだパルサーってってなると、さっきのドアノブが分割してくれてるのは非常にありがたいですね。ボディは光沢だけどドアノブは、ドアノブの部分はツヤ半光沢なんですね。半光沢っていうか、あそう半光沢の黒の指定になってるんで、まあ、その辺は結構ありがたいか。はい、こういう感じなので、まあ、今回はね、まあ依頼品っていうこともあってもうストレート組っていうご指定なので、まあ基本的にはストレートで組んでいくっていう感じになるんですけど、まあ割とあれこれ細々と、パーツが分割されてる、まあ長谷川らしいって言えば長谷川らしいんですけどっていう感じなので、一個一個しっかりとやっていこうと思います。ただまあね、あの市販車のストレート組なんでそんなに時間はなるべくかけないようにやっていこうかなと思ってますんで、まあ楽しみにしていただけたらなと思います。これサイドのウィンカーもこれ別体なんだ、ありがたいねこれ。このサイドのウィンカーね、フェンダーのところにつくウィンカー、これもねクリアパーツが別体になってますね、これねなってるんで、ありがたいのはありがたいんですが、これもねちゃんと合うかどうかの確認が結構重要になりますね、まあ、なんせここのくぼみにはめる形なんで今の状態でここにぴったしサイズだと塗装したら確実に入らなくなりますんでね、その辺も確認が必要ですね。あとまあドアノブもそうだ、ドアノブもここにはめ込む形だし、後ろのナンバーポケットもここにパコってはめ込む形なんで、この辺のクリアランスの確認ねは、塗装する前にしっかりやる必要があると思います。まあこっちを削るよりは中に入る部品の方の周りを削るっていう方が楽だとは思うんですけど、まあパーツの形状見ながらちょっとその辺は考えていきます。はい、というわけでまあ、ちょっと今回は、キットの内容物の紹介、内容物の紹介と、まあ、注意するべき点の、紹介だけで、一旦今回終わりにして次からは制作の方をやっていこうと思います。なので、まあ、続きが見たいと思っていただける方、今作ってるから参考にしたいと思っていただける方はですね、よろしければ下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。